私の計画って何？教えて。俺だけにこっそり。しょうがねえな。でも誰にも言うんじゃないぞ。来週2月14日のバレンタインデーに向けた計画だ。バレンタインデー？バレンタインデーってのはな、1年でこの日だけ女の子が好きな男の子にチョコレートをあげる日だ。チョコレートか。俺も欲しいな。俺だって欲しいさ。そのための計画だ。だが待ってるだけじゃもらえない。わかった。皆様、バレンタインデーにはこの V モンをよろしくお願いいたします。とか？あ、違う違う、男を磨くんだ。女の子たちから、うわー、大輔くんかっこいいと言われるように。かくして大輔のバレンタインに向けた極秘の特訓が始まった。俺に何を教えてくれって？実はバンドをやろうかなと思って。すごいだろ、カブモ。楽器は？ソロバン？洗濯板？それ楽器じゃねえよ。ギターとボーカル。弾けるのか？あのさ、ちゃんと弾け。なんで背中引きするんだよ。いや、かっこいいかなと思って。じゃあライトハンドなんて10年早いんだよ。普通に弾け。普通じゃ目立たないからやってんのに。ちぇ。まあまあかな。じゃあ歌いながら。はい。君は綺麗、諦めた方がいいな。そんな。大輔が無駄なあがきを見せている同じ頃、光、空、ミミ、テイルモン、ピオモン、パルモンは銀座のデパートで買い物をしていた。ミミさん、そんなに買ったんですか？うん。さんたちだけじゃなく、アメリカのマーギャルたちの分もあるから。ギリチョコって気を使うわよね。じゃあ買い物も済んだし帰ろっか。あ、みんなは先行ってて。私買い忘れがあったから。そうそう、本命チョコをね。ユーヒューこら、ヤマン。でも空とヤマトが付き合うなんてな、想像もしなかった。あ、そうそう、みんな知ってる？お台場に美味しいケーキ屋さんを見つけたの。私は特に意外と思わなかったわ。むしろお似合いだと思う。
でも2人ともちょっと思い込みが激しいのが心配かな。モンブランがすっごく美味しいの。あとね、ミルクレープも絶品。なるほど、思い込みの激しさでは選ばれし子供たちの中でも一二を争う2人だもんな。喧嘩して泥沼にならないといいんだけど。ねえねえ、今度みんなで食べに行こう。でもそうなったらヤマトさんが降りるんじゃない？うん、強情さでは空がヤマトより上だから。こいつら人の話聞いてない。どうしたんですか、ソラさん。急に素振りなんか始めて。テニスの試合近いんですか？どこからでもかかってきなさい。相手になるわよ。ソーラ、落ち着いてよ。シャンラ。ごめんなさい、当たっちゃった。大丈夫ですか？大丈夫だ。ところで、ハートがどこにあるか知らないか？それだったら、チョコ持ってレジに行けば。そうか、ありがとう。今の人、チョコ買うのかな？まあ、アメリカじゃバレンタインデーに男の人から女の人にってのもあるけどね。そうなんですか？日本もそうなってほしいな。光たちは知らなかった。その男が実はデジモンであることを。一方、大輔は幸四郎の家を訪れていた。はい。あれ、大輔くんじゃないですか？実はお願いがあって伺ったんです。どないしはりました、大輔はん。その喋り方、いつもの大輔はんらしくないですし。らしくなくていいんです。実は僕、幸四郎さんみたいにパソコンのできる少年になりたいんです。協力してもらえないでしょうか？パソコンを教えるのは構いませんが、その喋り方やめてもらえません？なんだかバカにされてるような気がします。バカにしてるなんて、それは幸四郎さんの誤解です。そうですか、僕の気のせいだったんですね。 D、 パソコンって何を習いたいんですか？なんかこう、うわー、パソコンやってる、すごーいって見てわかるやつがいいです。だったらグラフィックソフトがいいでしょう。 3D かモーフィングか。モーフィングって何？これです、ちょっと見てください。すげー、大輔の顔が俺の顔に進化しちゃった。マニュアルはこれです。大輔くんもやってみてください。はい。こうかな。どないしはりました？マウスが思うところで止まらないんです。ほら、止まりなさい。あ、何をするんです、このパソコンを。叩くな。パソコンを大切に扱う人間はパソコンする資格なしや。とっとと出てけ。幸四郎があんなに感情的になったの初めて見た。それは僕も同じです。いや、元宮じゃないか。あ、一乗寺さんじゃないですか。どうしたの、その喋り方。あ、タケルさんも一緒でしたか。熱あるんじゃない？大丈夫？お気を使っていただきありがとうございます。でも大丈夫です。一体どうしちゃったの？大輔イメチェンしたんだよ。らしくないよ、そんなの。元宮らしくない、昔の元宮の方がいいよ。そうそう、みんなの突撃隊長、何も考えずに突っ走る大輔くんがいいよ。何も考えずにってバカにすんな。俺だってちゃんと考えてるさ。そうそう、今夜のおかずは何かなとか、次は何して遊ぼうかなとかね。それくらいならいいが、それ以上考えるのは頼むからやめてくれ。僕たちはいつもの大輔くんが好きなんだ。こいつら、なんでそんなこと。そうか、俺がイメチェンして女の子に人気が出るのが面白くねえんだ。だからとにかく元宮は元宮らし。ちょっとどこ行くんだよ。話は最後まで聞けって。聞く耳持たないね。じゃあ、あばよ。うわ、待ってよ大輔。どうしちゃったんだろう大輔くん。心配だな、後で大変なことにならないといいけど。
ねえミミ、あれ大輔とブイモンじゃない？ほんとだ、走ってる。と思ったら転んだ。あー大変、また帽子が風に飛ばされちゃった。ママ、Do you remember? ありがとうございました。次のお客様どうぞ。ハートをくれ。は？ハートだ。俺はハートが欲しい。ハートでしたらどうぞお好きな商品を。金で買えない本当のハートが欲しいんだ。